それではコーナーに参りましょうあの日漕いだ自転車の速さは競輪で優勝できちゃうくらいだった長い、はい、略してだったいや違います、はい、あの早ですあの早 <laughs> どちらかですあの早もしくはだっただったって、はいえー、すごく早く自転車を漕いだ話を送ってもらうというは <laughs> はい。はい、えー。そうですねそういうコーナーですー、えー、細かく言いますと 毎年年末に実施される競輪界の1年を締めくくる競輪界最高峰のレース競輪グランプリ2 0 2 1これが3年ぶりに静岡市の静岡競輪場で行われるということで、うん、はい。競輪グランプリシリーズというのは計3部門のレースが実施されるそうで今年は12月28日から30日の3日間静岡競輪場で開催される日本競輪界最高峰のレースですはいということです、うんはい、ということでリスナーの皆さんから、えー、早く自転車をいだ。 瞬間を送っていただいております。そういえば私小学二年とか三年までホジョリンつけてました。え、だいぶ長くつけてたね。だいぶつけてました。あれ小学生入るぐらいでもう外すんじゃない？普通は。うん。運動神経がすごいよ良くなかったんで、全然外せなかったな。なんか一発でホジョリンが外れる乗り方なんだよね。ええーね。あのねあのペダル。 外んかこうまたいだままスーッていうのを足でこのが蹴りながら爪、はい、面蹴りながら進むっていうのを1時間ぐらいやるとなんかできるのなんだってうわー知らんかったかバランスとんのが上手になるでしょそれで、えー それやってればすぐそれやってればすぐでしたねすぐでした補助リって呼ばれてたもんな補助リンって呼ばれてた隣の隣の子に補助リン補助リン補助リン嫌だったじゃ補助に取ったどなんて呼ばれたの呼び方がないじゃんもうそしたらみゆき君に戻しちゃんに恋ちゃんに戻しましょうさメールいただいておりますラジオネームミュウさんミュウさんだもう出たラジオネームミュウさんニューヨークに行った時のことです <laughs> マンハッタン島の周りにはぐるっと島を一周できるバイクパスがあるんです全長45キロメートルほどレンタバイクをして友人と回ろうと盛り上がったのですがどうしてだったか2時間で回れるか回れないかの言い合いになり賭けをすることになってしまいましたハドソン川やイーストリーバーのすぐ脇を通る気持ちの良いバイクパスなのですが2時間はギリギリで風景を楽しむ余裕もなく必死でペダルを漕ぎ最後に力尽きて大こけして賭けに負けました つ<ス>でした。本当の話ですよね。よねこれあ <laughs> 続きが気になるとかじゃないですよね。ちょっと全然入ってこなかった。はい、な,なんて言ってました。なんかニューヨークで走った話。ニューヨーク四十五キロか。長いね。四十五キロは、えー、2> 2時間か。いや今日時間的には別にいけそうだけどだいぶ焦がなきゃじゃないですか。いやちょっとむずいでしょう。二時間で。うん いやきついねうんきついと思いますよそ直線とかなんか舗装されたらめっちゃ走っていいとこだったらはい行けそうだけど、はい、まあ頑張りゃ行けるけどうんうわきついねいやきつい坂とかもあるしあそうだね人も別にいるわけじゃ、うん、あバイクパスだから人いないのかいやでもしんどいねいやすごいえー、すげー45キロってまず距離がすげえねそうですね本当にマンハッタンと一周したんだうわはい。楽しいのかな ニューヨーク行ってやることじゃないねそうですね <laughs> 皇居の周りとかでいいよね、うん、<laughs> だいぶしんどい話でしたね、はい、ラジオネームホテイヤさんええー、私が自転車を競輪選手並みに漕いだのは2001年くらいの時です2001年くらいっていう2000年くらいじゃない2001年くらいの時です当時から45分かけて高校まで自転車で通っておりましたえ、結構あるねああ、やだ。そして日課になっていたのは5時代に放送していたおじゃる丸を見ることでした え高校生の時の時話です朝通学の時の速さよりおじゃる丸を見るためにこぐ自転車の方が速く一度30分を切ったことがありその時見た「キスケくっつく」という話は今も忘れ,ず忘れられず大人になった今も DVD をその間だけ買いました <laughs> ということで私の好きなおじゃる丸のキャラクターは「キスケ」です。そんなことは聞い,て、ね、ういうことでじゃないんですよ。

おじゃる丸を見たいっていうことで。でそう、急ぐ。理由なのかな。そう、いや、見たかったでしょ <laughs> 好きだ、本当に好きだから。うん、録画する。そやね。それはね。いいけど。<laughs> んけどなんか、そ五時に帰るってと、学校ってすぐ帰るんじゃない。だって、五時、五時,時、授業五時までとかじゃなかったでしたっけ。部活とかもとかできないわけだよね。部活もバイトも多分してないし。ね、おじゃる丸見るために。 おじゃる丸が楽しくて高校行ってたのかな <laughs> おじゃる丸楽しくて高校行ってたんだっら高校行かない方がいいですよね,ガガねもっと楽しいこといっぱいありそうだけど高校生活って、まあ、おじゃる丸も楽しいからねおじゃる丸は好きで、ね、だいぶ楽しいからね、えー、ラジオネーム割暇さん自分が一番あの早だったことは高三の夏<あ>ちょっと待ってこれすげえ投げ。え今から超長い文章読みます、ね、自分が一番あの早だったことは高三の夏 同じ中学だった親友から呼び出しがあり友達の家まで自転車で行きましたどっちだん同じ中学だった親友から呼び出しがあり友達の家までこれ親友の家のことなのかなそうじゃない親友の家に自転車で行きました、はい、すると先輩から原付借りたと原付にまたがって友達が登場マフラーを改造してたかなんかでくっそううるさいのですしばらく近所をその原付に乗った彼の 肩をつかんで自転車でで並走しししたたりして遊んでました自転車、うん、あ原付につかまってあ「早く走るみたいな遊びねお前も乗ってみろよ!」ということになり「いや免許ないしダメだよ」と言いましたが「大丈夫だよここ車通りないしちょっとだけ」と友達に押され「じゃあちょっとだけ」とハンドルを握ろうとした瞬間 包丁を持った小さいおじさんが「<っ>うるせんだよクソガキがこらぶっ殺してやる!」<laughs> と近くのマンションから現れたのです。怖いって <laughs> 急に自分はっさにつかねたハンドルを離し原付きをおじさんに預ける感じで「<laughs> ごごめんなさい!」と言いその間に友達が全力でダッシュで逃げ出しそれに気を取られてる間に自転車に乗り「ん?んなん」あの<ん>あの松庵からいつも言っていた。 モスまで鬼こぎしてまさにあの早でした急に怪文書みたいな,感じ <laughs> などういうことですか刺されたのかな,なあのあの松庵ってなんですかお店お店に来たるんじゃないですか松庵からあの松庵からいつも行っていたモスまで鬼こぎしてまさにあの早でした <laughs> ここだけちょっと <laughs> <laughs> なんでここだけ日本語下手くそになったの <laughs> えー、もう一回して <laughs> あの松山からいつも言っていたモスまで鬼漕ぎしてまさにあの早でした <laughs> それ以来数週間は本当に怖くて自分の家でも部屋の雨戸を開けて過ごせませんでしたあー自分は悪いことできないんだなとなんだか確信した出来事でしたうんなんななかここだけ急によくわかんないんだよな <laughs> 一瞬めっちゃ眠くなったじゃないですか長文書いてて <laughs> 9時43分午前中の9時43分に送ってきたから <laughs> そうなのかな眠かったのかな <laughs> 寝送りで書いたのかな<う> <laughs> <laughs> 待って本当それまでなんか、えー、原付きで遊んでて、うん、マフラーがねうるさかったからそのちょっとかましてみようかみたいな鳴らそうとしたら包丁持ったおっさんが来て「うるせえんだよぶっ殺す!」って来たんでとっさに掴んでたハンドルを離し原付きをおじさんに預ける感じでご,ごめんなさい預ける感じで「ごめんなさい」って。 っておじさんに放り投げる感じなのかな、渡す感じで言って。うん、その間に友達が全力ダッシュで逃げ出し、友達走ってったのかな。友達走ってんです、ね。もうバイク乗ってないんですね。それに今日取られてる間に自転車に乗り。あの松庵からいつも行っていたモスまで、鬼焦ぎしてまさに <laughs>。あの早でした。昭庵,庵。あの昭庵から。昭庵、あの昭庵有名なんですか。蕎麦屋さんがあですね。 あの、昭和。でも、ちなみに、昭和では、カツ丼をよく頼みます。あの。うん、そうやだ。いやいや、別に、そのお店が分かったところで <laughs> そうね、急に、なんか、そこだけ、説明が足りなくなったんで。ちょっと。はあ,あの。<laughs> どこに住んでるか、知らないし。 刺されたんですかね刺されたなんでちょっとあの記憶が曖昧なのかな、うん、今も刺された刺されたてなのかな <laughs> 今,その今病院で書いてんの <laughs> ちょっとあのマジで怖い話でした怖かったな途中のはい<ー>さあはいこのコーナーは12月毎週実施されますえー、読まれた中で一番スピードが出てそうな状況をメールしてくれた人にはクオカードとサイン入りのタイムテーブル番組表をプレゼントしますはい 読まれてない方でもプレゼント希望の方は週刊シャベレーザーの公式ツイッターをフォローしてしゃは、えー、ハッシュタグシャベレーザーハッシュタグケイリングランプリとつけてリツイートしてくださいと読まれてない方でも別に差し上げます、はい、別にメールを送る必要はないということでございます<ー> <laughs> <な>はい、えー、どれだろうね一番早いの一番早いのはでも一番最後が怖すぎたけどな、ね、ちょっと早いとかじゃなくてよく分かんなかったんであの もうか一回書き直して送ってください <laughs> <laughs> また読みますんであの昭和からいつも言ってきたモツまで鬼こぎしてまさにあの早でしたよ。ちょっとよくわかんないんで、はい、<laughs> ここの部分だけでもいいんでちゃんともうちょっと、はい、そこだけなんかねここ,ここだけ膨らまして説明してくださいうんこんな長いメール初め,て見た、はい、めっちゃ長いのにいそこだけ飲んでわかりづらいのか <laughs> <laughs>、はい、さあそして 公益財団法人 jka さんから jka さんからのメッセージです。はい、競輪とオートレースの売上の一部は、機械工業の振興や社会福祉等に役立てられています。いい声だ、はい。ここは絶対に言う必要があるメッセージ。はい、絶対言ってほしい,と思います。とはい、毎回言います。以上、あの早でした。